裾野市中心部周辺の空中写真。1983年撮影。国土交通省国土画像情報をもとに作成。裾野市は静岡県東部の人口約5万人の市。同じ静岡県東部の沼津市及び三島市のベッドタウンであるほか、トヨタ自動車が技術実証のためコネクテッドシティの整備を進めるなど先端技術の研究都市として発展している。 その名の通り、富士山をはじめとする三つの大型火山の裾野に位置する町である。この裾野の南北に木瀬川が流れ、その周囲の平地に市街地が広がる。裾野市は五つの地区に分かれており、旧泉村、旧小泉村、旧深良村、旧富岡村、旧須山村の地域が現在はそれぞれ、東地区、西地区、新寮地区、富岡地区、須山地区と呼ばれる。 新梁地区、富岡地区、須山地区には市役所の支所が置かれている。現在は西地区である製造業が盛んで一人当たりの製造物出荷額は県下トップクラスを誇る。水筒をはじめ芝やモロヘイヤ、山芋、里芋、菜の花、チンゲン菜、いちご、ブドウ、ひのき苗などが名産である。特に富士山麓は日本一古いの芝の産地で 大正時代から生産されている。富士山と足高山の間の重力地区に別荘地が広がる。裾野市域からの富士山眺望は、方栄加工が中心にありシンメトリーな富士山が見える。また箱根山の足の湖スカイラインは、裾野市域であり、三国峠からは左に、駿河湾、右に、富士山がある大パノラマが有名。裾野市北部域にある須山浅間神社は、 世界文化遺産富士山の構成資産。富士サファイリパーク、グリンパン、スノータウンイエティなどがある。その後、参照2013年10月1日時点の平均年齢。地勢上、南北方向には主要道路や鉄道が発達しているが、東西方向には発達していない。裾野駅東海旅客鉄道高速道路裾野インターチェンジ上記のうち、地域を通る。 新東名高速道路と伊豆中間自動車道には、インターチェンジやジャンクションは存在しない。国道県道有料道路路線バス、編集高速バス、編集富士サファイリパーク五流の滝五流の滝ゴルフ場、編集令和2年、CES2020 でトヨタが、裾野市に、最新技術の人工知能や、自動運転、ケース、モスを取り入れた。 人口2000人規模の実証都市を建設すると発表。2020年末に閉鎖予定のトヨタ自動車、東日本の東富士工場跡地に2021年、初めから着工予定。初期段階では、主にトヨタの従業員やプロジェクトの関係者などが居住する予定。ありがとうございます。